皆さんこんにちは、カモネギ投資家カモラレです。今回の動画も銘柄分析、いつものパープル風の表現で能力値評価を行っていきたいと思います。今回分析する銘柄は6723ルネサスエレクトロニクス半導体の銘柄です。能力値上から DDAAD と両極端の評価になっていますけれども、実はこの銘柄何度か動画をお出ししていまして、決算データが入った上でここのバリューというところ、そしてその下のグロース成長性、この2つの評価が大きな変化を見せています。具体的にはバリューの評価が下がって割高感、グロースの評価は高くなって前期の利益が大きく成長したことを表しています。ただ利益成長している中で半導体の銘柄でありながらも、ネサスの株価自体があまり大きく上昇しておらず横ばいの傾向が続いています。その要因としまして、本日お伝えしたい内容、一つ目のテーマがルネサス株を阻害する環境、株価が上がらないということでどういった人間たちが売りたいと考えているかを検証していきたいと思います。続きまして二つ目のテーマでは、公募で必死な証券会社とその後についてですけれども、阻害する環境の一つとして先月行われた公募増資がありました。この公募増資での証券会社の一連の振る舞いを見て、株価にどういった影響があるかについて見ていきたいと思います。それではまず本日一つ目のテーマ、ルネサス株を阻害する環境について、ご覧いただいているのは横ばいの株価推移、3ヶ月ほどの株価推移なんですけれども、そろそろ上昇するかなという局面が来たところでも、すぐに数日後には押し戻される展開となっています。さらに下段の出来高を見ていただきますと、6月月中にかけていつもよりも大きな出来高が伴っているのがお分かりいただけると思います。1つ目のテーマでは、上がっても押し戻される株価と下の出来高の増加に見られるポイントについてご説明したいと思います。まずは先月行った公募増資の内容なんですけれども、公募価格が1174円、公募株数約2億株と 10% の希薄化となっています。これによって公募額2300億円を調達することで、イギリスの半導体大手ダイアログ社の買収資金に充てるということでした。こちらに関しては前のルネサスの動画で詳細ご紹介しておりますので、よろしければご覧ください。今回メインの阻害する環境というのは、今ご紹介した公募増資の関連なんですけれども、その他にももう一つ阻害する要因として筆頭株主の動きが挙げられます。産業革新投資機構 INCJ という国の機関があるんですけれども、ここが今年度入ってルネサス株を売却、 32% から保有比率が 20% まで低下しています。この INCJ 2013年に最大 69% の筆頭株主となって、実質ルネサスを国有化した存在だったんですが、段階的に売却を続けています。ルネサスの株が少しでも上がれば随時売ってくるという、大した役にも立っていないのにただ邪魔をしてくるだけの存在がいます。この問題児さておき、今回公募以降の流れについて株価を追っていきたいと思います。まずピンク色の丸で囲っております最も安い5月末のタイミングで公募増資を発表しました。その後6月の上旬に大きく半導体銘柄の追い風とともに上昇した後、公募価格を1170円、ディスカウント率3から 5% で設定した上で、その後横ばいの動きを続けています。そして6月末から7月にかけて株価が上がると随時売られるというタイミングが続いています。この公募増資による一連の流れ、阻害する環境となってしまっている具体的な証券会社の動きについて、本日は2つ目のテーマでご説明していきたいと思います。本日二つ目のテーマ、公募で必死な証券会社として、まずは公募する企業と証券会社の中でどういったやり取りが行われているかについてご説明したいと思います。今回はルネサスがまず公募します、新株を売ってください、証券会社に呼びかけるわけです。今回主幹事として担当したのが大和証券、かしこまりました、なるべく高く売ってきます。この高く売ってくるというのは、先ほどの公募価格1174円というところ、あの価格を高く設定すればするほど公募増資で集められる総額が大きくなるわけで、ルネサスにとってメリットがあります。さらに公募増資で発行する新株を大和証券に渡すのと同時に、当然手数料が渡るわけですけれども、この手数料一定の成功報酬両立でかけられているものであれば、大和証券が高く公募価格を設定して大きな金額を集めることができれば、自社の手数料収益も上がるわけです。これで大和証券がルネサスの新株を売ってきて、総額約2300億円をルネサスに調達するわけです。ということで、再び先ほどのチャートなんですけれども、今度は幹事の証券会社の立ち回りについて見ていきたいと思います。まず公募することを発表した後に大きく上昇しました。これによって公募価格なるべく高く売ってくるという目標を設定できるわけですね。引き上げることで公募
工房1174円という工房発表した時の1100円割れの水準から比べると断然高い水準で設定ができました。その後少し下がった後に横ばいになっているんですけれども、ここでは大和証券は株価の維持を一生懸命株券を買うことで行います。というのも公募価格を1174円に設定した以上、公募が申し込まれるタイミングまで市場価格1174円を割れると、公募に申し込むよりも市場で直接買った方が安いという状況になって公募がうまくいかないということになりますので、ここで所管時は一生懸命株価の買い支えを行います。その後公募の新株を受け渡した後に一生懸命買い支えた株価不要株の処分を行うわけです。ですので少しでも株価上がれば証券会社にとっては絶好の不要株処分のタイミングとなるわけですね。そしてもう一つのデータ、出来高なんですけれども、株価の推移のタイミングと出来高のチャートを合わせて見てみますと、黄色い星印グラフの上に付しておりますところが新株の受け渡しのタイミングです。ここより前で出来高がかなり大きく伴っている。ここより前というのは新株はまだ世の中に出回ってないタイミングですね。なのにかなり大きな出来高が伴っているというのが必死に株価を買い支えていることの証拠になるんではないでしょうか。その後は買い支えた株価を随時売っていくだけという形になります。ですので裏を返せば、このピンクの四角い枠で囲っております出来高の数量が買い支えに勝った水準、1174円から1200円あたりの株価水準より上のところでそれなりの出来高を伴ってこないと横ばい、もしくは売り負けて下がっていく状況が可能性として考えられるということですね。今回はこれぐらいの買い支え努力で済んでるんですけれども、実は2020年の11月に9201日本航空の公募でとんでもない買い支えがありました。銘柄がちょっと違うんですけれども、ご参考までにご紹介したいと思います。まず水色の矢印、公募を発表したことでピンクの丸の水準1600円台まで一気に株価下がったんですけれども、その翌日コロナワクチンのニュースが出て再び株価元の水準まで戻ります。公募することを発表しただけでまだ価格の決定はしていなかったので、この株価高騰というのはなるべく高く設定したい公募価格の状況に非常に追い風となりました。これ見逃しに上がったタイミングで公募価格を高く設定、1916円とローソク足の2つ目のところ、このタイミングで決めてしまったわけですね。しかしその後公募申し込みまでに反落と、強気に公募価格を設定しすぎたために、実際の申し込み日11月の20日のタイミングで1916円カツカツのところまで株価下がってしまいました。先ほども申し上げましたけれども、公募価格が1916円と設定した以上、市場価格が1916円を割ることがあれば、公募に申し込むよりも直接マーケットで買う方が安いわけです。誰も公募に申し込まなくなります。この日、引けにかけて凄まじい証券会社からの買いが入って、なんとか1916円をギリギリ維持しました。この時の攻防は見ていたんですけれども非常に面白いものでして、主幹事の慌てようが非常に手に取るように分かるような動きでした。そしてこの買い支え、あまりに大量に支えてしまったために臨時の買い入れ介入を報告する義務が発生してしまったほどでした。これ人事なので面白くて笑えるんですが、もしこの証券会社が設定した公募価格1916円をマーケットで維持できなくなると、公募で買ってくれる人がいなくなって、日本航空の株式を買い支えた分に加えて新株を引き受けないといけなくなってしまいますので、相当なリスクがありました。ということで少し話が逸れてしまいましたけれども、半導体関連の同業他社株価の推移を今年度見ていただいても、オレンジ色のレーザーテックが非常に伸びている一方で、水色のルネサスは非常に低調な推移となっています。ここまでご説明した公募関連の機関投資家であったり、筆頭株主のINCJ 役立たずなど、上がると売りたい人間というのが多いため、少し横ばいの展開がここまで続いているという状況です。以上が本日2つ目のテーマ、公募で必死となる証券会社とその後の株価の推移についてご説明いたしました。それではルネサスエレクトロニクスの能力評価について詳細見ていきたいと思います。まずクオリティなんですけれども、評価 D と低い評価ですが、以前よりは数字が上がって 24C の寸前まで来ています。 ROE が 7.4% と利益水準が回復しました。一方で自己資本比率が 38% とまだ少し低い水準ですので、ギリギリの D となっています。続きましてバリューの評価ですけれども、こちらは前期の決算で利益が出たために数値正常化して PBR2.8倍、 PR23倍と割高な水準と変わりました。続きましてグロース成長性の評価は A となっていて、非常に高い成長性を示しているんですけれども、分析上直近のデータを一番重みを置いているんですが、2019年12月期の利益水準が非常に薄いものになっていた上に、そこから V 字回復したということで、
これを比率に直したときに利益の水準かなり数倍という計算になっています。ですのでこの評価 A となっていますが、それでも本気予想に関しては前期の水準からさらに倍増の期待がされているという状況です。サイズ時価総額に関しては2兆2000億円と大型の部類の銘柄となっています。最後にテクニカルの評価 D となっていて、ボリンジャーバンドを見ていただきますと見事な横ばいと、バンドの幅が広がることもなければバンドから外れることもないと、見事に横ばいにゼロシグマ前後を推移しています。 MACD に関しても動きが非常に小さくなっていて基本的にゼロ近辺、 RSI に関しても50をまたいであまり大きな動きが見られない状況です。続きまして配当データ推移ですけれども、こちらに関しては実績がありません。ということでルネサスエレクトロニクスをまとめますと、着実な利益回復ながら株価横ばいの状況が続いています。先月行った公募に絡んで売りたい証券会社、機関投資家がいるのも一つの影響かと思います。また筆頭株主の国が引き続き長年売ってきているので、この辺の動きも株価の横ばいを誘発している迷惑な存在ということで、今しがた忍耐の期間が続いているのではないでしょうか。現在のラインナップ、長らくルネサスレギュラー投資中のところに入っていまして、正直イギリスのダイアログ社を買収するとなったタイミングで、大量の資金が必要になってくるので公募というのも可能性あった、事前に売却しておけばというところもあるんですけれども、基本的には長期投資を目指しているということで、あまりコロコロ変えていると無口だけかよということにもなりますので、しばらく私も忍耐の期間に置いておきたいと思います。本日の動画は以上です。少しでもお役に立てたと感じていただけましたら、高評価チャンネル登録していただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。